はい、こんにちは。阿部の生命です。まあ、赤城山にあるね。滝沢不動産に行ってまいりました。まあ、あ途中にある延命ザルくんです。うん。まあ、いくつかのね、休憩スポットみたいな感じで。中耳見張り岩。うん。 まあここからねまあ不動の大滝というのが見えるはずなんですけど、まあ、ちょっと分かりませんでしたね、まあ、不動村にね、まあ、着きましたうんこれねまあお不動様の建物がある場所なんですけどうんそんな感じなところです うん、由来がね、まあ、書かれているパネルが掲示されています <laughs>、うん、不動明王が祀られていますねうん赤城稲荷大神。 うんこういった建物のがねあるんですうんまあ建物の通路のところにねうん本殿に祀られているものかな まあ腕がどっか行っちゃったのかなうんこの建物自体がインパクトございますねうんそのね建物を守るかのようにね、まあ、不動明王のね、まあ、像が並んでいます全部で10体ぐらいあるんじゃないかな まあ下の方には、ね、寄進されていた方の、ね、お名前が入っていたから、まあ、これからも増える可能性があるんじゃないですかね。 でもあれですよね、奥、まあ、不さんのあるところはね、まあ、滝が近くにあるというのが、なんかそんな感じになってますよね。うん、もうね、まあ、延命猿のところまで戻ってまいりました。ここが分かれ道です。 ここが入り口です。自然を大切に。うん。ま貸してもらった杖も返しておきました。ご視聴ありがとうございました。